インペラートルニコライ一世、インペラートルニコライ一世、ロシア語、イムピラータルニカライ PLB は、ロシア帝国で建造された戦艦である。ロシア帝国海軍では、当初は、装甲艦、後艦隊装甲艦に分類していた。いわゆる全土級戦艦である。艦名は、クリミア戦争時のロシアの皇帝を称えたもので、皇帝ニコライ一世という意味。ロシアでは、 外洋航海に適した最初の装甲艦の一つで、ロシア艦隊の外国訪問の際にはしばしば機関を務めた。日露戦争の日本海海戦で、大日本帝国海軍に露飾され、戦艦域となった。インペラートルニコライ1世は、当初は先に建造されたインペラートルアレクサンドル2世の小型軽量版として、設計作業は1884年3月15日に、 建造計画が開始された。しかし、その設計は、右翼曲折を経る難産となった。当初は、定型配置を持つ軽量小型の中央法、各艦として要求されたものが、出来上がってみれば結局、インペラートル・アレクサンドル2世と、ほとんど自戦系の艦になっていたのである。当初、使用する2機の動力機関は、国会にて用いられていた。 輸送船オープイとの搭載する3機の蒸気機関のうち、2機の流用が検討されたが、国会艦隊の反対で実現せず、2機とも新造されることになった。計画では、既存の 305mm 砲に門を監守に、229mm 砲に門を艦備に,、mm、にそれぞれバーベット式の路砲刀へ配置する予定で、これに 152mm 砲と、魚雷発射艦が装備されることになっていた。 これで、排水量は、インペラートル・アレクサンドル2世より1000トン近く、削減できる計画であった。後期の遅延を防ぐため、武装などの装備品はなるべく既存のものが、使用されるよう計画されていた。この計画案は1885年に、バルト工場への受注にまでたどり着いたものの、急遽取り消され実質インペラートル・アレクサンドル2世の、同系艦として建造されることになった。 同年、新型装甲艦は、インペラートル・アレクサンドル2世級装甲艦の2番艦として、フランコイコール、ロシア工場会社へ発注された。厳密には、前のインペラートル・アレクサンドル2世の改良型となっており、砲塔を有し、戦備炉に変更を加えて、低特質を延長し、救命艇とカッターを搭載していた。 このような設計の下、新しい装甲艦は1886年3月8日に、フランコイコール、ロシア工場会社に適行した。後期は1889年7月以降とされた。造船技師は、P.H. 東府、監督長官は、N.U. クテイニコフが務めた。船舶技師は AN、A.N. クルイローフ、U.A. ブベジェンスキー、N.P. ホミャコフ、P.I. ボーコフであった。 死頭府の指導のもと、走行艦の建造は、帯板なしで行う方式が取られた。帯板の代わりに、船底と甲板の張り受けた手材を使用する方法が取られた。しかし、既存の艦と同じ基本設計にするよう要求を変更したにもかかわらず、提督用居室の設置や、武装配置の変更、官邸への銅板被覆設置といった設計変更のため、 大規模な設計見直しが必要となった。1887年には、インペラートルニコライ一世のための専用砲塔がデザインされた。これは、バーベットを有する新設計の35五ミ 305mm 砲で、艦首に連装砲、艦尾には連装砲に変えて、単装砲を装備する計画であった。しかし、未完成であったことを理由に、百八十八年には、 アレクセイ・アレクサンドロビッチ大公の命によって35口径 305mm 砲の搭載は中止され、インペラートル・アレクサンドル2世と同じ1877年式、30口径 305mm 砲が搭載されることになった。インペラートル・アレクサンドル2世同様の30口径 305mm 連装砲に変更されたのは、艦首の方で、後部砲塔については、 搭載自体が中止された。これに並行して、海事技術委員会、MTK は、区定委ニコフの指導のもと、監視砲塔を囲い砲塔に変更することを決定した。これにより、50トンの重量増となった。囲い砲塔の採用は1887年春の時点ですでに決まっていたが、新設計であったため完成に手間取り、結果、船体全部に関する工事は、 半年間停止することとなった。インペラートルニコライ一世では防御装甲として垂直防御に複合装甲、甲板装甲に難航を用いていた。しかし、イギリスに発注した複合装甲は納入が遅れ、後期遅延の原因の一つとなった。アレクセイ大公は艦の美艦を保つため、設計上縮小されていたトップマストを延長するよう命じた。 しかし、クテイニコフによればこの新しい走行艦は、搬送に頼る必要がなく、都に重量をかさませるだけのマストの延長は、有害無益のものであった。クテイニコフの陳情にもかかわらず、マストを延長する緊急工事が施行された。このように、使用要求と設計が、うお左をした結果、工期は大幅に遅れることとなった。そして、 装甲艦の建造はスキャンダルによって幕を下ろした。搭載された動力機関は計画出力を発揮せず、結果艦は計画速力に達しなかった。艦は正規の変わり目にあって完全に旧式化しており、実際問題として重武装の政府用ヨットとでも言うべきものであった。中でも砲と装甲の旧式化が目立っていた。法は黒色火薬を用いる 旧式の単身砲で、射程は全く不十分にして、再装填も遅かった。装甲は非装甲面積が小さく、質も悪く、榴弾や反鉄鋼弾の破片からの防御において、非常に劣っていた。いくつか、武装変更の計画もあった。しかし、後の修理と改修工事の際、注意は、機関部に集中された。後年、インペラートルニコライ一世は、 ロシア海軍の艦船の中で唯一、航行特性を建造当初より改善することに成功した艦となった。インペラートルニコライ一世は1898年から1900年にかけてオーバーホールを受けたが、新しいボイラーと機関に換装したこの工事によって、速力が 16.85kN に改善されたので、ある。一方、武装についての変更で実現したのは一点のみだった。 手法は全く変更されず、低特質の上に、新しい6インチ砲と、小口警報が増設されただけであった。インペラートルニコラ一世は、戦隊全部にのみ手法を有していた。想定戦術は主に砲撃によっていたが、昇格による突撃も念頭に置いていた。手法の数を犠牲にしてまで中間砲と副砲の搭載が強く求められたのは、その戦術上の必要からである。 監首の昇格は、インペラートル・アレクサンドル2世と比べより、顕著なものに改められていた。艦尾の上部構造物は、提督用の船室となっており、広い内部空間に豪華な設備を有していた。これはあまり戦闘時に役立つ設計とは言えなかったが、インペラートル・ニコライ1世が長きにわたってごした、平時には、この設備は、外交目的の公開の際に存分に活かされた。また、 速力は劣るものの高揚性は、バルト艦隊の同時代の装甲艦と比べればずっと優れたもので、遠洋航海の際には重宝される存在となった。武装は、1877年式30口径 305mm カノン砲を連装で収めた、囲い砲塔1機を船体全部に搭載した。中艦砲は1877年式35。 合計 229mm 単装砲4機、複砲35合計 152mm 単装砲を8機搭載したが、これらは速射砲でなかった。152mm 砲は、後の改装の際に加盟式45合計 152mm 速射砲に換装されている。また、原則の複砲ケースメイトの間や、ファイティングトップには、 当時装甲艦の脅威と考えられていた、耐水雷艇防御用に 37mm 及び 47mm のオチキス式後方針ガトリング砲が装備されていい。このガトリング砲を搭載した装甲艦は、インペラートルニコライ一世が最後となった。これらは、後により、性能の安定した単方針式の速射砲に換装された。水雷兵装は、 合わせて6門の3 8 1トル、水上魚雷発射艦と2機の2 5 4トル、魚雷投擲機が搭載されていた。防御はそもそもあまりかんばしいものではなかったが、他のロシア装甲艦の大方と同様、排水量が予定を超過したことから、原則装甲の大半が水中に没し,してしまっていたと見られている。幸いにも、実戦ではこの欠陥に由来して、 激沈されるというような事態には至らなかった。アレック製体工機も入りで設置された搬送は結局使われることがなく他の機搬送管におけるのと同様20世紀初頭には撤去された。インペラートルニコライ一世は1889年5月20日に浸水1890年秋にはクロンシュタットへ移って完成工事を行い、 1891年4月に、竣行した。海軍の艦船類別法が変更された関係で、1892年2月1日付で、装甲艦から艦隊装甲艦へ類別を変更された。1892年11月には、バルト艦隊へ配備された。1893年、入念に整備されたインペラートルニコライ一世は、大西洋を越えて、 アメリカ合衆国、ニューヨーク市を訪問、ロベー国交400周年式典に参加した。その後、地中海に渡った。1897年から1898年にかけては、p p r a f 海軍少将を率いる艦隊の一艦として、クレタ島における紛争処理のための国際平和活動に参加した。その後、2年間にわたって、オーバーホールを受けた。 工事が終わると、S.O. マカーロフ海軍少将の旗の下、極東へ向けて出港した。1902年には、バルト海へ戻り、若干の近代化改修工事を受けた。超高警報の乾燥、戦闘が起労位置の低減、単焦等設置スペース2機の増設が、工事の主な内容であった。1904年末には、線尾ロを削減し、 カネー式45口径 152mm 砲1機とオチキス式43口径 47mm 速射砲6機を設置する改修工事を受けた。日露戦争が始まると、インペラートルニコライ一世は、艦長、ウイ・ウイ・スミルノーフ海軍大佐の指揮下、再び太平洋方面へ派遣されることとなった。インペラートルニコライ一世は、 N.I. ネボガートフ海軍少将機関の第3太平洋艦隊第1分艦隊機関の任を授けられ、2月3日、d w ウを出港した。第1分艦隊は、沿岸防護装甲艦アドミラール・シャコフ、アドミラール・セニャービン、ゲネラール・イコール・アドミラール・アプラーク・シン、旧式装甲寿命艦、ウラジーミル・モノマフ、数隻の補助船舶からなっていた。第2分艦隊は、 最新型の艦隊総合艦スラバと三隻の旧式艦、すなわち艦隊総合艦インペラートルアレクサンドル2世、総合巡洋艦パーミアチアゾーバ、防護巡洋艦アドミラールコルニーロフから編成される予定であった。しかし、建造中であったスラバの完成が間に合わなかったことから、派遣は中止された。インドシナのカムラン湾外で第二太平洋艦隊と合流すると、 その第三装甲艦隊の機関となった。ゲネラールイコールアドミラール・アプラークシン、アドミラール・セニャービン、アドミラール・シャコーフが引き続き、インペラートル・ニコラ一世に従った。しかしながら、結果として、日露戦争においてこの艦が果たした、軍事上の役割は最小のものであった。1905年5月27日の、 日本海海戦に参加するも、主力艦隊の悲劇を救うのにほとんど何の器用もなかった。インペラートルニコライ一世は戦闘で、日本艦隊の装甲巡洋艦、浅間及び出雲に損傷を与えたが、その功績は、砲手の力量によるというよりはむしろ、日本側指揮官の経験不足と、戦術的無知によるものであった。 彼らは、インペラートル・ニコライ一世の射程限界を超えて、ネボガートフ提督率いるロシアの旧式艦隊へ接近したのである。多くの人が、インペラートル・ニコライ一世を、ロシア海軍史上最も矛盾した艦であると呼んでいる。計画から運用に至るまで、この艦には許容し難い欠陥付きの天才的な決心を具現していた。英雄的な遠征には、 全艦隊の引き渡しという洗礼のない地辱がついていた。ロシア艦隊の中で最も旧式であったその手法は、戦艦富士の主砲闘装甲に箱をうがつという日本海海戦において最も深刻な損傷を日本艦に与えたのである。一方、インペラートルニコライ一世では11名が戦死、16名が負傷し、3分の2の砲弾を消費するも、 砲弾によって模擬取られた3 0 5ト、mm、ル砲刀方針を除き、艦自体に深刻な損傷はなかった。受けた敵弾は3 0 5ト、mm、ル砲弾が1発、2 0 3ト、mm、ル砲弾が2発、1 5 2ト、mm、ル砲弾が1発、その他後継不明の砲弾であった。なんとか戦場を脱した第三装甲戦隊であったが、損傷警備の等艦を除けば、 残る2隻の沿岸防護装甲艦、途中で合流した艦隊装甲艦オリオールはいずれも損傷の度合いが激しく、戦闘に耐える状態ではなかった。5月28日午前11時近く、日本艦隊に取り囲まれた残存戦隊は、北緯36度56分統計131度46分にて、ネボガウト不祥小の命により、日本艦隊へ降伏した。以下、 上院は、捕虜となった。1905年6月6日には、戦艦域として大日本帝国海軍へ編入された。応急修理と塗装の後、三島並びに沖の島と共に、サハリン島の日本軍支援を行った。戦後、艦の砲撃訓練の用途を与えられた。1905年9月13日付で、ロシア海軍より正式に除籍された。 1915年10月には実感的として巡洋戦艦混合を並びに火への砲撃で沈められた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。